かの情報の中で牛乳とか乳製品が健康に良くない、私がお伝えしたいのは気づかずに取りすぎているケースがあるから注意してねというところなんです。こんにちは、柏原幸男です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。さて今回も YouTube のコメントでいただいたご質問にお答えしていきます。それではキッシーお願いします。では早速コメント読み上げます。はい。過去動画で牛乳は積極的に取らない方が良い、飲みすぎない方が良いとありました。職業柄平日は毎日給食があり、牛乳を 200ml 飲まないといけないのですが、これは取りすぎになるのでしょうか。他には乳製品を取らないようにしています。知ってしまってから気分的にこれは本当は良くないのかなと思いながら渋々飲んでいるので体に悪そうです、というコメントをいただきました。はい、コメントありがとうございます。そうですね、渋々体に悪いなと思って飲むのは一番体に悪くって、牛乳が悪いかどうか以上のちょっと別軸の悪さがありますので、今日そのあたり解説しますので安心して飲んでいただけるようになったら嬉しいなと思います。まず私が過去動画でお話ししているのは、乳製品取りすぎないでねっていう話はしていますが、取っちゃダメよとは言ってないんですね。世の中の情報の中で牛乳とか乳製品が健康に良くない、だから取っちゃダメだっていう、ちょっと極端な情報も結構ありますよね。そういうのを見ると、うわ牛乳飲んじゃいけないんだな、体に悪いんだなっていう、やっぱ印象がこう刷り込まれてしまうと思うんですが、悪くはないです。美味しいですよね。乳製品があることで私たちの食生活って豊かに楽しく美味しくなってる面もありますよね。ですので取っちゃいけないものっていう風にしないでほしいんですね。牛乳に関しては乳糖不耐症といって、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする、ちょっと下痢っぽくなるという、そういうような症状がある方とか、あとは何らかのこうアレルギーがある方というのは控えた方がいいと、それは体質的に牛乳が合わないという方はいらっしゃるので、そういう場合はちょっとこう別なんですけれども、私がお伝えしたいのは飲みすぎないでねということと、あと気づかずに取りすぎているケースがあるから注意してねというところなんです。給食で毎日牛乳を飲むのは平日だけだと思うんですね。 200ml コップ1杯分ぐらいですね。そのぐらいの量の牛乳を毎日飲むっていうことについてはそんなに心配するほど問題はありません。ただそれ以外の部分がどうなのかっていうところなんですね。朝とか夜とか間食とか、そういうところに乳製品がある場合は重ねて摂ることの摂取過剰というのが起こりやすいです。で、乳製品は牛乳だけではなくて、ヨーグルト、チーズ、生クリーム、あとは加工品の中にもいっぱい入っていますね。で、そういった加工品の中に入っているものなんかも合わせて考えると、重ねて摂ってないかだけはちょっと意識してほしいです。でもこの方はコメントで他の乳製品は摂りすぎないように気をつけてるっておっしゃってましたので、それであれば大丈夫。よくですね、朝は健康のために腸活としてヨーグルトを食べて、あとはお料理でチーズが乗ってたりとか、間食でちょっと生クリームとかチーズがあるお菓子を食べてたりとかっていう重ね取りをしてるケースは牛乳毎日飲むとちょっと多いよねっていう、そんな感じに考えていただけたらと思います。で、給食自体も少しずつ変わってきていて、牛乳を必ず飲まなきゃいけないっていう環境じゃなくなってきてはいるところも地域によってはあるんですけど、まだまだ牛乳は飲まなきゃいけないものというふうにちょっと義務感のあるところが、昔からの慣習であるのかなと思うんですね。で、もし体質的に牛乳が合わないという場合は、これはきちっと飲めないんであるということを訴えて、で、体質改善のために今は牛乳を飲みたくないんだっていうようなことをきちっと上司とか、そういったところに言うとか、あとは例えば学校給食で子供たちの示しがつかないみたいなことであれば、それはちゃんと子供たちに、先生はこういう体質でちょっと今牛乳を控えなきゃいけないんだっていうことをきちっとコミュニケーションして、飲まないっていう選択をするっていうのはむしろいいと思うんですよね。義務感で思う必要はないと思います。
アレルギーとかじゃないにしても、例えば健康診断なんかで脂質の摂取を控えた方がいいとか、そういうようなケースにおいては、牛乳を毎日飲むっていうのは、ちょっと他のお料理からの脂質の摂取過剰ということも起こる可能性がありますので、牛乳は控えるという、まあ、そこは健康管理として必要なことであるっていうのは、ちゃんとこう周りにコミュニケーションをとって、飲むか飲まないかっていう選択をされたらいいのかなというふうに思っています。牛乳については健康のために飲まない方がいいっていう情報はよくあるんですけど、一方でヨーグルトっていうのはすごく健康イメージが強くて、健康のために毎日ちゃんと摂るっていう、そんな考え方の方も多いのかなって感じるんですよね。なので私はどちらかというとヨーグルトも含めて摂りすぎない食品の一部かなというふうには思っています。そう聞くとですね、では豆乳はどうでしょうかみたいなことをちょっと聞きたくなるんですけど、なんか牛乳がダメなら牛乳の代わりに豆乳を飲むっていう、まあ、そういう方もいらっしゃるんですけど、私は飲み物として習慣的に豆乳を飲むっていうのもあまりおすすめしてないです。液体での栄養摂取をあまりしない方がいいというのが、まあ、私が考えている食事のポイントなんですね。大豆はいい。大豆を絞ったものが豆乳で、おからを除いてこう、ね、絞った汁が豆乳で、まあ、これを固めたのがお豆腐ですね。まあ、豆乳とお豆腐って、まあ、元は一緒といえば一緒なんだけど、液体状なのか固形になっているのかで違ってくるんですね。お豆腐は固形といってもやわやわなので、そんなに咀嚼にはつながらない食品なんだけれども、でも固形であることで一気に消化吸収されないというところが大事なんですよ。豆乳という液体になるとやっぱりグビグビごくごく飲んで一気に入り、一気に吸収されていくっていう、なんか世の中が効率を求めると効率よく栄養が取れるっていうのがなんかメリットのように聞こえて、簡単にたくさん取れるものがいいって感覚がある方が多いなって思うんですけど、いや、人間の体は昔からそんな大量にドカドカ栄養が入ってくることを想定をしてない体の機能なので、あまりね、液体の栄養摂取っていうのは嗜好品として捉えていただくといいのかなと思いますし、例えば体力が落ちてて食がちゃんと取れない時に効率よく取るっていうのはプラスがある、タンパク質も少し補助として取れる飲料として豆乳を選ぶとかはいいかなと思うんですけども、大豆のイソフラボンって健康効果、美容効果が期待できるんですけども、やっぱり大量に入りすぎるっていうのは意外とデメリットもあったりするので、どっちかっていうと液体の摂取は日常食よりも非日常食っていう風に位置づけられるといいのかなと思っています。豆乳も飲む時にどういうものを選ぶかもあって、無調整の豆乳を基本は選んでほしいんですけど、やっぱりいろんなフレーバーがついたものとか調整豆乳とか飲み物として飲みやすいというゾーンになってくると、ちょっと原材料チェックしてみていただくと、健康美容を謳ったイメージのものが多いんだけれども、原材料を見ると、どうかなっていうのがあると思います。まあ、豆乳というところでお話しすると、無調整の豆乳と調整豆乳とかフレーバーのついた豆乳、なんかコーヒー味とかいろいろありますけど、飲みやすく味を調整する豆乳の方に使う大豆の原料と、無調整で使う大豆の原料って違うんですよ。だって無調整でそのまま大豆の味で飲む豆乳だと大豆がまずいと飲めないじゃない。大豆そのものの味がバーン出るから美味しい大豆を選別しなきゃいけないんだけど、味付けする大豆って味付けされちゃって分かんないから、まあそういう意味ではですね、ちょっと語弊があるかもしれない、質が悪いというか、まあ、味をそんなに気にしなくてもいいよねっていう原材料を使うことになるわけですよ。っていうと単に余計なものが入ってるよねっていうことだけじゃなくて、大豆自体のクオリティというところにも実は違いが出てくるんですね。で、無調整の大豆飲料はぜひね、よかったらいろんなメーカーのを飲み比べてほしいんですけど、全然違うんですよこれが。で、やっぱり安い豆乳は
大豆の味もうんだしっていうところと、まあ、私は個人的にせっかく大豆豆乳をね選ぶなら国産の大豆を使ってるものを選んでほしいなっていうふうには思いますね。牛乳から豆乳の話に移ってしまいましたけれども、まあ、加工すれば加工するほど元の素材のクオリティって見えなくなっていくんですよね、まあ、その辺も含めて商品を選ぶっていう視点として持つといいんじゃないかなというふうには思います。ということで、食べちゃいけないものはない、乳製品も含めてですね、どんなものを食べるときもこれ体に悪いじゃない、食べたら良くないじゃないって思うことがもっとマイナスになるんですね。悪いイメージ持って食べると体が悪いもの入ってきたぞっていう反応をするとやっぱりすごくそれはかえってマイナスを大きくするので、毎日牛乳飲まなきゃいけない環境でっていう場合は美味しく飲むという選択をするのか、いろんな周りとのコミュニケーションをとって牛乳は減らしたいというコミュニケーションをするのかっていう、自分でそこもね環境づくりをするっていうのが一つかと思います。で、毎日飲むっていう場合は他の乳製品の摂取をコントロールすればそんなに心配することはないですよっていうところですね。私はこの中庸というか中立で物を見て食べ物を悪物にしないでほしいっていうのが一番です。食べ物を悪物にしないのが結局ね自分にとってプラスが大きいです。そういった食についてのことをちゃんと情報キャッチし、捉え方をみんなでこうね前向きに楽しくしていけるような、そんなつながりをより深めていきたいと思ってまして、よりそういったところで楽しく食を捉えていきたいという方はぜひ私の公式 LINE にも登録してみてください。そんな情報交換をするという機会を今後増やしていきたいと思っていろいろ企画しております。公式 LINE は概要欄にリンクを貼っています。この動画が良かった、参考になったっていう方はぜひいいねボタン、高評価していただけるととっても励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また見てください。記念すべき第1回、新しいカメラでの第1回の撮影となりました。今まで iPhone で撮影をしていたんですが、専用のカメラを購入してみました。動画どうでしょうね、違うんですかね、どうやって映ってんのかな。あ、なんか前より良くなったよとか、いやいや前の方がいいよみたいなのが客観的に見て気づくところがあったらコメントで教えていただけると嬉しいですね。さっき散々マイクの設定を頑張ったものの、結局うまくマイクで音声が拾えないという、今これマイクを使わずにカメラの音声、そうですね、外部カメラは使わずにカメラの中に内蔵されている外部マイク、マイクに今まではねマイクはちゃんと専用で、マイクを使ってたのを、今回はカメラさんのマイクに頼っているので音声もどうなのかなというところで、またなんかいろいろね私たちも試行錯誤しながら設定をより良くしていきたいなと思ってますので、なんか気づいたところあったらコメントで教えてください。よろしくお願いします。はい。